格闘技の力っていうものを本当に信じてます格闘技の力。格闘技によってやはり世の中を明るくするぜひ選手たちには頑張ってもらって日本そして世界を明るく元気にしてもらいたいと思います皆さんこんにちはただいまご紹介に預かりました参議院議員そして格闘技振興議員連盟事務局長の須藤元気です この度はワンチャンピオンシップ10周年10周年記念大会を開催するにあたりゲストとしてお声をかけていただいて大変嬉しく思っておりますありがとうございます、まあ、10周年、まあ、一芸10年というふうに言いますけれどもやはり10年続けること本当に大変だと思います、まあ、これもアンディさんはじめスタッフの皆様のおかげだと思います本当におめでとうございますさて皆さん いよいよ始まりますそしてワクワクするマッチメイクが決まっておりますえ今回日本人選手ま10名の参戦ということですがやはり特に注目しているのが若手のエースである若松選手と秋元選手のタイトルマッチですやはりこのタイトルマッチっていうのはま選手にとって本当に特別なものでしてまあ、僕自身もま2回経験あります あの山本健一選手と山本キッド選手、えー、まあ本当に勝てば天国、負ければ地獄、まあ、そういった感じなんですけれども、ぜひ2人には勝利していただいて、そして新たな格闘ブーム、格闘技ブームというものをもう一度作っていただきたい、えー、そう思っております、まあ、やはりこの物事、まあ、ムーブメントって、必ずサイクルがあって、まあ、そろそろそういった流れが来る、えー、僕、そういうふうに感じております。 ぜひ二人にはチャンピオンになっていただきまあそのきっかけを作っていただければと感じております皆さんの注目されているこのマッチメイク正直僕もものすごく楽しみにしております青木選手と秋山選手の戦いですえ僕自身 引退したのが2006年大晦日なんですが、まあ、当時から2人の対決噂をされていましたその噂をされてあ決まんない決まんないって言っていた中とうとう今回決まったわけですいや本当にねあのお世辞抜きで僕2人とも大好きな選手でして、まあ、先ほど格闘技ブームと言いましたが格闘技ブームを作るにはやはり2人のような選手が出てこなきゃいけないんです2人は強いだけじゃなく やはりこの戦っていない時も,もう言動であったり生き方、必ず爪痕を残すわけですよね。やはりこういった選手が増えていけばもう一度、この日本の格闘技ブームっていうものができると思うので他の選手たちもぜひ2人の戦いそしてこの生き様を注目していただければと思います。さて、えー、まあ今、ねえー、まあコロナああのま,あまん延防止するしなないとか、まあ、世界情勢も不安定な中 ものすごくうっくした空気の中僕は格闘技の力っていうものを本当に信じてます格闘技の力格闘技によってやはり世の中を明るくするぜひ選手たちには頑張ってもらって日本そして世界を明るく元気にしてもらいたいと思います最後になりますが選手の皆さんそしてワンチャンピオンシップそして格闘界のさらなる繁栄を 記念いたしまして、私の挨拶と変えさせていただきます。どうもありがとうございました。須藤議員、ありがとうございました。